情報部はこの先ね。さくら、聞こえるか？師匠ですか？はい、聞こえます。今からしずねを情報部に向かわせる。お前はしずねの行動の妨げになる敵どもを排除しておけ。先輩のフォローをすればいいんですね。わかりました。よし、ナルトが戻ってくるまでは私が頑張らないと。師匠譲りのパワー受けてみる？師匠から譲り受けたもの、今ここで試す。任務開始。さくら、しずねが情報部へ行けるように安全を確保しろ。了解しました。そう、こんな目に遭わされて黙ってなんていられない。こんなことをしておいてただで帰れると思うんじゃないわよ。負傷した仲間がいるようです。一旦救助に向かいます。わかった。だが敵の排除も急がねばならん。負傷者は火影の屋敷まで連れてこい。治療は私が引き受ける。はい。緊急事態だ。妖精どもが出現した。口寄せの十社はジライア様が倒したはずでは。だが現に敵は現れている。至急状況を確認し報告しろ。動けますか？なんとか。火影の屋敷で治療を受けられます。援護は私が行いますので、さ、行きましょう。すまない。よろしく頼む。こんなことをしておいてただで帰れると思うんじゃないわよ。
んたたちの思い通りにはさせない。師匠、ペインです。女のペインに遭遇しました。女だと？そいつが口寄せの術者なのか？わかりません。とにかく一度探りを入れてみます。わかった。だが無茶はするなよ。ゆっくりどこだ。何？白雪様を倒した相手、さすがに強い。キュービの神通力はどこだ？知えるわけないでしょ。何？止め！こんなことをしておいて、ただで帰れると思うんじゃないわよ。口寄せが消えた。やっぱり女のペインが術者だったのね。よくやったさくら。これで戦況は変わる。お前は引き続き任務を続行しろ。はい。こんなことをしておく、ただで帰れると思うんじゃないわよ。出てこい、暁。私と勝負しろ。ここでいい。すまなかったな。手当てはこちらに任せろ。お前はすぐに任務を再開するんだ。わかりました。五代目様、情報部に新手出現、増援願います。やつは天使のような姿で。うわ、おい、どうした？応答しろ。天使だと？一体何のことだ？さくら、未確認だが、新手の敵が浮上した。相手は天使の姿をしているらしい。詳細は不明だが、気をつけろ。わかりました。あんたたちの思い通りにはさせない。絶対にみんな救ってみせる。この程度でこの子がやられるもんか。ずっとこんな目に遭わされて黙ってなんていられない。止め！出てこい、暁。私と勝負しろ。どうこんな目に遭わされて黙ってなんていられない。止め！私が見込んだだけはある。勝負しろ。飛べ！
られない。この程度で木の葉がやられるもんか。暁の衣、こいつが天使。私は神の使い、ペインの邪魔はさせない。来る、はっ、ぶっ飛べ。キュービの人中力はどこ。木の葉は仲間を売らない、絶対に。では無理やり聞き出すしかないの。この子はもう終わる。神の痛みと変わった術を使う。やりにくい相手だわ。己の無力を知りなさい。負けるもんか。情報部周辺の敵をすべて排除しろ。こんなことをしておいて、ただで帰れると思うんじゃないわよ。負けられない。この程度で木の葉がやられるもんか。とこんな目に遭わされて黙ってなんていられない。仲間を見捨てない、絶対にみんな救ってみせる。私が見込んだだけはある。ぶっ飛べ。あんたたちの思い通りにはさせない。任務達成。ここまでやれば。さくら、しずね先輩、無事にここまで来ることができたんですね。ええ、あなたが敵を減らしてくれたおかげでね。よかった。次は私の番、後のことは任せておいて。はい、お願いします。師匠、しずね先輩は無事に情報部に到着しました。うん、ご苦労だった。それでは、私はこのまま負傷者の治療に当たります。ああ、頼む。よし、私の方も始めなければな。口寄せの術。これから木の葉にいる忍びや一般の者たちも含めて、私のチャクラを受け取り、全員の怪我を治癒しろ。わかりました。何が何でもこの里は守る。火影の名にかけて。